ダノンシャンティは、日本の競争馬、シュボバ。馬名の意味は、カンムリ名フランスの競馬場名。主なカチクラは2010年の NHK マイルカップ。主な産区は2015年の東京スポーツ杯2歳、ステークスカチウマのスマートオーディン。セレクトセール2008に上場され、ダノックスが2750万円で落札。その後、ファンタストクラブで育成調教される。 2009年11月22日、京都競馬場、芝千八百メートルの新馬戦に、内田博之安城で、デビュー、2番人気に支持された、このレースでは、道中行為につけ、直線で抜け出して2着23、4馬審査で勝利する。2戦目には、ラジオニックイ杯2サステークスに出走、直線は、馬群の間を割って伸びてきたが、先行して粘った、コスモファントムをかわせず、 さらに差してきたビクトワールピサに交わされて3着に、敗れる。2010年2月7日に行われた、共同通信杯には、内田博之から吉田豊に乗り換わり出走した。道中は、後方から進み、直線で追い込んで圧倒的一番人気に、支持されていたアリゼオに先着したが、半袖バンドには、花さ及ばず2着に敗れる。その後、三月十七日の毎日杯に、 安藤勝美を安城に迎え出走、道中は中段から進み直線で差し切り重傷発生派となった。5月9日、NHK マイルカップに出走、単勝一番人気に支持される。前半1000メートルが56.3というレース史上最速のハイペースとなったが、安城の安藤勝美はこのレースを後方待機策で、スタミナを温存、直線代外に持ち出し、 直線だけで15頭を差し切って GI を初制覇した。そして変速2巻を目指し東京優春に出走する予定だったが前日に右後ろ足の骨折が判明したため出走取り消しとなった。骨折休養を終えて12月26日の有馬記念に出走。主戦の安藤勝美がペルーサに起乗することが決まっていたためフランシスベリーを安城に迎えるも 後方2番手でレースを進めたが、スローペースが響いて9着に敗れた。安藤勝美が安城に復帰して2011年2月13日の京都記念に出走。道中折り合いを書き、直線ではよく伸びてきたものの4着。4月3日の大阪杯では、最後方から追い上げてくるも4着。その後は安田記念に向けて調整されていたが、4月20日に、 右前浅く腱炎が判明し、長期休養に入る。肝細胞移植手術を施された後に放牧に出され、11月頃に身体を判断するとしていたが、5月18日に現役を引退し、北海道阿比良町の八代台スタリオンステーションで種ボバ入りすることが発表された。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。 競争場引退後は2012年より種ボバとなり、八代大スタリオンステーションでつなぎようされる。2017年からはビッグレッドファームで種ボバ生活を送る。2020年をもって種ボバを引退。種ボバ引退後は北海道岩内町の NPO 法人ホーストラスト、北海道で寄席を送る。ありがとうございます。